二次試験で差がつく英訳問題やっていきたいと思います。実際に二次試験って何が差がつくかっていうと、やっぱり英作文なの。ほとんどの人が満点取る中でミスったら0点だよっていう恐ろしい問題を持ってきました。どうもメイクトラックスの先生です。さあ今回二次試験で差がつく英訳問題やっていきたいと思います。イエイ、ありがとうございます。そうなの。二次試験もキンキンだと思うんですけれども、今までパスラボって英語の文法問題、派生語とか、あとは英文解釈やってきたけど、これ英訳問題あんまりやってこなかったよね。けど実際に二次試験何が差がつくかっていうと、やっぱり英作文なんよ。で今回用意したのは別にめちゃくちゃ難しい問題じゃないよね。けどほとんどの人が満点取る中でミスったら0点だよっていう恐ろしい問題を持ってきました。まあね、しっかりと取って、もし間違えた人もしっかりと復習すれば自信につながると思います。今回ですね、初見で、まあ、解いてほしいということでプレイヤーを2人ね招待しました。プレイヤー1、ソミヤム。お前キャプテンファルコンやん。プレイヤー2、デデデ大王です。あ、デデデ大王、ありがとうございます。キャプテンファルコンもデデデ大王で、僕はじゃあねピット君、ありがとうございます。よっしゃーみたいなね。はい、ありがとうございます。ということで早速いきましょう。レッツゴー、レベルアップ。はい、ということでまずはどっちから解きたいですか。じゃあキャプテンファルコン1。ありがとうございます。英語ができるアピール。母は30分で戻ると申しておりました。あ、敬語が入ってるよね。あれ、英語って敬語どう言うんだろう。まあ、いろんな思った人もいるかもしれないですけど、まずじゃあ英作文絶対に僕がやってほしいこと、これじゃあ一つ言いますね。まず何かっていうと、簡単な日本語に直すことです。ただ今回は正直簡単すぎます。でもう一つやってほしいのは、ここに日本語に英文構造を書いてほしいよね。 S と V 用紙を書く。じゃあ主語ってどれですか。マイマゼル。はい、まあ S ですね。母は動詞のせ。まあそうね、もう一人います。そうね、実はこれ、まあ言うたらもう一人いました。英語って敬語どういうことを言うんだろうって思うんですけど、そうなの、ね、これ実はもうセットでいいんじゃない。セット、ちなみにセット、これってどうやって言う。30分ね、戻る、まあ、これはセットザットですよね。言うたらもうセットザット、つまりまあ何かまあ O かなっていうことになるんだろう。こういうことを言ってました。よろしく頼むぞ。ってことはざっくりまず最初に絶対にやるべきことは、主語と動詞を必ず合わせるっていうことね。ここは合ってないともうバカです。もうゼロ点です。ということでじゃあいきますね。 My mother said that。 30分で戻る、これね日本語で書いたら簡単だと思うんですけれども、じゃあまず said that、 こっからまた SVOC いきますね。じゃあ次、出てたよ、完全に愛だわって言われた。じゃあまずこの said that のこの主語は何だと思います。 C。 そうですね、母がですよね。だからこれは C なんですよ。 C で次、30分で戻ると申しておりました。まあ30分で戻るって言ってたってことは、その時からすると30分で戻る予定だったって言いたわけだね。でじゃあ30分で戻る、戻るが今ちょっとわからないって感じだね。もしかしたら Go back と get back、 あー、まあ、be back ね。いやじゃあ C is back っていいと思います。じゃあまあ簡単にちょっと間違えたね問題書きますね。これがね、もうバカみたいなね、問題解き方ですよ。まあ、この添削をしてもいいし、あるいは、新しいものが解いても、もうどちらかをね、選択する権利をあげましょう。で、だいぶどっちがいいですか？添削をしたいか、自分で新しく解きたいか。結構同じじゃないですか。そうだね。あら、選択肢と言いながらも、結局やること同じです。そうなんです。じゃあ、添削しましょうか。この方が簡単だ。あれ？ちょっとなんか、キャプテンファルコン嫌な表情してます。キャプテンファルコンちょっと今、ちょっと、いやいや、嫌じゃないけど、嫌じゃないけど、お前がやれ。こいつちょっとおかしいな。まあ、時勢がおかしい。そうですね、時勢がおかしい。じゃあ時勢がおかしい、 She was back でいいじゃんって思うけど、ちょっと違うね、はい、さっきチラッと言ったけど30分で戻る、これは30分で戻ったってか戻るんみたいな、これなんか上んみたいな、30分で戻る予定だって言いたいわけだね。ってことは彼女からすると She was じゃなくて Would be ですよ。 She will be back も時勢の位置で Would be back。 そうだから、そうするとこれから30分で戻る予定だよっていうのを言ってました。意外とこういう助動詞が抜けるってことがあるんじゃない。読み込み中です。じゃあこれで終わりって言うと、実はもう一つ間違いがあるんや。これはね、今までのパスラボのね、僕の英語の文法問題見てたらね、分かると思いますよ。カナイショーヤムースキャプテンファルコン。ここが実はおかしいんだけど、ハーフですね。そう、ハーフの使い方2つ選択肢あげる。これを添削するか、30分で戻る、新しく書き換えたいか。え、俺普通に30 minutes。 そう、それが一番無難ですね。そうなんですよ、一番無難なのは in、まあ、30 minutes。ごはんもう30のスペルもね、怖いから怖いから30って書いてある。そうなんです、まあ、これ自由作もありがちなパターン、せっかくなのね、これ、まあ、どこが間違いかっていうと、こいつですよ。ハーフを使うときは実は、順番が逆になります。 in half an hour、 実はこういう順番になるよね。
そう、ハーフ&アロイ。これはこのセットで覚えた方がいいです。まあ実際にハーフの問題今までやってきましたけど、ハーフって意外と微妙なんよ。名詞で使われる時もあれば、なんか形容詞みたいに使われる時もある。いろいろややこしいって思うんだったら、この形は必ず覚えておいた方がいいです。もしハーフについて知りたいよって人は、昔に青学の問題でハーフを使った問題があるので、ぜひその動画を見てください。まあそんな感じよ。意外とそんなに難しくなかったよね。じゃあ次これ。こっちがマーチだとしたら、これがもう上智。それぐらいのレベル。デデデ大王か。もう好きなように言っていいですよ。まずじゃあ、死後から行きましょうか。どれが死後？私たちは。そうですよね。で、視聴者の皆さんもやってくださいね。必ず、入試本番、絶対死後としつけた方がいい。じゃあ、V は？なかなかそうなんですよね。どうする？どこまで？そう。実はここなんですよ。みんなこれ、気づいてほしいんですけど、英作文難しい問題。この特徴の一つが、V とかをつけられないというか、つけにくいものなんよね。ここを覚えてほしい。だから自分が英作文苦手だっていう人は、こっちが苦手なのか。それとも攻撃が苦手なのかってことです。ヒントをあげますね。実は V がつけにくい時っていうのはほとんどの場合イディオムが入ってます。あ、やめます。オッケー。日本語がおかしい。可能にするって感じじゃない？確かに可能にする、これ隠されたアイディオムがあります。それはここなんよね。私たちは確実に何々する、そういう時って何か表現あったよね。そう、いやすごいやん。これね、俺だってこれ何の問題か分かります。俺がある模試の時に間違いが問題なのね。確実にっていうのがこれ実はこれで代用できるよ。だから実はこれ We should make sure that、 実はここがまず最初になるよね。意外と深いですよね。じゃあまずちょっと書きましょう。だから that説のあとこっからじゃあ主語はどうなると思います？デデデ高齢者。そうです、高齢者がこれ S が動詞は利用できる。そうです、利用できる。 OK。 高齢者って英語で何だと思います？じいじ。じいじ。バーバーどこ行ったの？ほとんど間違いでした。こう書きます。これはセンスないね。オールドピーポーはね、中学生が書きがちなやつ。なんかもう歴史上の偉人ぶりの声いや、けど本当によ、これ視聴者なんだけど、私オールドピーポーだっていうテンションぜひコメント書いてる。全然ね、もうちゃんといいねしますんで。ちゃんと自分のミスはね、やった方がいいです。オールドピーポーね、別に通じるっちゃ通じる。古い人間ってね、角が立つ。そうそう、角が、いい、もうそれよそれ。もうこれってもうめちゃくちゃ批判浴びるもんだよね。必ず高齢者、これ少子高齢化の時代だから、必ず覚えてほしい。これは、The Elderly。これで高齢者絶対に出るから、少子高齢化の時代だから。だからまずここを The Elderly にした上で、今回利用できる助動詞は Can ですよね。じゃあ利用できるって何ですか？利用できる、 Avail。 あー Avail、 Use でもいいな。 Use、 なるほどなるほど。じゃあでもそっか、サービスですね。ある受験生はこう書いちゃいました。あーやばい、わからないけど、わからないけど、いやちょっとわからん、こうじゃなくて We にしようと。 We make old peopleuse、 まあ、なんとかサービス、これでいけるじゃん。私たちはオールドピープルに使わせるべきだ、こうだって思った人。これね、実は合っているように感じるんですけど、これめちゃくちゃやべえ表現なんだそう、オールドピープルに使わせる、メイクしえきないけど、あー使えよオラみたいな、わーみたいな、あーみたいな、オラーみたいな、なんやボケーまあすごい牙を逆にやられちゃうタイプはい、まあ茶番を置いといて、まあ何かっていうとメイク、オールドピーポーで無理やりこうやってやらせるみたいな意味になるよね。そうだからこれってもう直訳だけの人ってこうなっちゃうよ。必ずやめてほしいと。よろしくお願いします。今回確かにユーズを使いたい、まあユーズを使ってもちろんいいんですよ。ただもう一つイディオムで利用するっていうイディオムあるんですよね。3単語じゃあ考えてる間に僕書きますね。まあいろいろありますよ。メイクユーズオブとかね、全然まあできますよ。まあユーズでもいけますけど、今回、まあ、サービスですよね。機会を利用する。チャンスを利用する。そういう時に実は、テイク、なんとかオフっていうものがあるんですよね。どっちか、じゃあ早いもん勝ちでいいですよ。アドバンテージ。あ、そうですね。テイクアドバンテージを。これ結構よく使いました。機会とかチャンスを利用するみたい。で、今回は何のチャンスかっていうと、ナースリー、ケア、サービスです。ってなるわけよね。まあ、ここまでにいろんなことをやりましたけれども、もう一回復習しましょうか。よくよく考えると、書いたもの、もう中2でも習うようなもんで、もう単語ですよね。こっちもそうよ。中2でも習うような単語。けど、なんでにするかっていうと、やっぱりさっきのここに、動詞ってなんだろうってなった時に、あちゃってなるわけよ。必ず、英作文、自分をもう一回復習してみるときに、なんで自分はミスったんだろうっていうことをもっともっと分析をしてほしいよね。したら見えてくる。何が見えてくるか。動詞、自分がわからないときって、こういうイディオムが多いなっていうのがわかるよね。だから、今回2つ用意しましたけど、もしね、入試問題で英訳が出るちょっと自信ないなと思う人がいれば、こういうね、練習をぜひしてみてください。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。四角スクエアさんとのコラボ、紀藤先生にお越しくださいました。せっかくの当日
はい、を過ごし方だったりメンタルだったり、あとは試験中に、まあ、人さんが分1に合格したってことでどういうことを意識してたのかっていうのを聞かせてほしいんですけど、この動画の最後にコラボ特典があるそうなのでぜひ最後まで見てください。